おはようございます。釣り子 TV です。本日ご紹介するルアーは、ボトムアップのですね、ハリーシュリンプ、これの3インチサイズ、ね、新しく小型なサイズが登場したんですね。これをね、一袋手に入れることができたので、どんな形かね、見ていきたいと思います。このね、ボトムアップの小型のパッケージですね。今までのはね、もうちょっと、ワームが長いとかでかいっていうのもあると思うんですけど、ちょっと大きめのサイズのパッケージだったんですけども、3インチサイズのワームっていうことで、ちょっとね、小さめのこういったパッケージに入っていて、釣れそうですね。いい感じの色味も手に入れることができたので、早速ね、開封していきたいと思います。で、パッケージにね、すごいね、細かい説明書き、ね、こういう感じで書いてありますね。結構ね、メーカーによってはね、こういう説明がないのでも自分の使いたいように、使ってくれっていう感じですけども、ボトムアップの場合は結構細かくね、フックサイズとか、あと用途とか、どんな思いで作ったかみたいな感じのがね、ちょっとね、書いてありますね。結構ね、昔で言うとメガバスなんかね、中に小冊子がついてるぐらい細かい説明書きがあったんですけどね、自分そういうのね、チコチコ読むの大好きなんですよね。だからまあこういうのがあったらまあね、動画っていうのもありますけど、ちょっと詳しく読んでいこうかななんていうふうに思います。まあ、まずはですね、じゃあ開けていきたいと思いますが、ちょっと匂いチェックもねしていきたいと思いますよ。ハリーシュリンプ3インチ、はい、こんな感じね。おお、強烈な匂いが来ましたよ。結構ね、濃い匂いがします。で、うっていうね、感じのね、なんだろうな、2回目はね、2回目そうでもなかったですね。このこもったね、蒸れた匂いがすごかったんですかね。まあ匂いますんで、ボックスの中とかにね、ちゃんとこれチャックね、チャックビーってちゃんと閉めとかないと、これが1本ね出てね、悪さするとね、結構濃いエビっぽい匂いというかね、そういうのがつくんじゃないかなと思って、ご注意ください。じゃあね、出していきたいと思いますよ。うわー、ね、あー落ちた、大丈夫。はい、こんな感じでね、綺麗に入ってますね。おー、丁寧にこう下上っていう感じでいてくれますが、まずね、じゃあ何本入っているか、こう出していきたいと思いますね。8本、はい、8本入りですね。こんな感じ。わお。まあね、形自体はね、前回のお兄さんサイズ、まあお姉さんサイズなのかな、大きいサイズがありますので、形はまあほぼほぼ一緒なんじゃないかなということですが、ただね、3インチになっただけでだいぶ印象が変わりますね。なんか小型のでシュッとしたなんかイメージになりましたね。細かいね、このリブとか、ここのリブなんか川村浩太郎さんの名作のね、ドライブクローとかにね、ちょっとね、ここら辺のデザインとか似てますよね。で、ここね、リブがこう入っていて、で、これがね、使ってて使いやすかったのが、こういうワーム、こういう形状の割に、このお尻のね、針を刺すところがね、非常にポテッとね、厚く作られているので、比較的張りのあるボディなので、使ってて、
ちょっと壊れづらかったなーなんていうのは前回の大きいサイズで感じたんですけども、あーでこの横のね手ね、手、まあ触手というか12345本ずつ計10個のねこのピリピリがついてるんですけども、これのもう空気中にある状態でこのプリプリ感、ちょっとした振動でこうプーってねマイクロピッチで動いてるんですけどもね、えこれが気になりますね。こんなよく動いてくれるんだっていうところと、顔周りね、顔周り、まあ触手が3本ね頭についていて、でこの手ね、こんな感じの手がついているっていうことで、前のやつはねあのジカリグの具にしてね、まあ、ちょっとボリュームあるんでカバーに打ち込んだりして使っていたんですけども、まあ、このアームね、ちょっとねもうシーズンは違うかもしれないんですけども、霞水系とかね、あっちの方のあと川筋とか新トネとかね、まあ、横トネとかでも起こるかな、エビ変色してる時があるんですよね。エビボイルパターンっていうんですかね、岸際でベイトじゃないんですよね、岸際にいるエビ、まあ6月ぐらいとか手長エビなんか最盛期なんで6、7とかね、5月は早いかなそんな感じですけど、手長エビが大量に、あったかくなって、まあ梅雨の時期ね、ハゼに食われるより、ハゼがね大きくなってくると手長エビって結構多分食べられちゃってるのかね減ってくるんですけども、シーズンのそうですね5月中旬か、まあ、梅雨の時期ですよね、6、7の中旬とか、あと暑くなった瞬間とかですね、しきりにエビが変色されるタイミングがあって、まあそんな時にねこのジャスト手長エビな、ね、サイズ、前のやつ結構でかかったね、巨大手長エビだなと思ったんですけども、実際に岸際とかでね、あの手長エビ釣りも好きなんでよく1年に何回か手長エビ狙って釣ったりするんですけども、まさにそのサイズなんですね、だからこそマッチザベイトでね、そういったエビボイルパターンにまずぶち込みたいななんていう、まあ猫リグとかのセッティングにしてね、猫リグにしてピッ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 って見てるとね、あの先にエビがピッピッピッってもう逃げるの見えるんで、であのバスがそれをもう水中、まあちょっともう外にも水面の上に出たりしてね、ガバーって食うようなそんなのが見えた時はこれ岸際にどんどん、打ち込んでいきたいなと、まあこれからのタイミングでいくとキャロライナリグの具でズルズルズル、たまにピッってこうねリアクションで誘ってふわーピッピッ、誘ってふわーピリ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 ってね、こういった横にこう引っ張っていく秋っぽい釣りの具にも使ってみたいなというところと、まあサイズ感的にはね、ダウンショットリグ、スピニングのダウンショットリグなんかでもね使ってみたいなっていうところと、スモラバのトレーラーもね、まあここになんとなく絵も書いてありますんでね、いいんじゃないかなっていう感じで、まあここの説明書きにどんな感じで書いてあるか見ていきたいと思います。まずねこれね、グリパンチャートってね、裏がチャートで裏がね、グリパンっていうことでなかなか魅力的なサイズなんですけども、まあ表裏でこんな感じでね、このパッケージに書いてある説明書きによりますと、小エビのシェイプと繊細な挙動をイミテート、微振動アクションがスレバスに効く、ダウンショットリグではフォール時の高速微振動がリアクションバイトを誘発、シェイクの強弱でエビが無防備に漂う姿から逃げ惑う様までを演出します、キャロライナリグではズル引きやリフトで手足を細かくパタつかせ効率よくサーチ、リーダー分のホールでは水をかく自発的アクションを発し漂うエビを演出、スモラバトレーラーではホール時に爪を微振動、ボトムで跳ねさせた直後の倒れ込みでは自発的に腕を開閉させる独自のアクションでバイトを誘発します、尻尾をカットしても違和感のないシェイプ、状況に応じたダウンサイジングや先端が裂けてしまった時の再利用にご利用いただけますということで、水晶フックがねおよそ2番から、まあ、1番
ということで、こうね、パッケージに細かくですね、こんな感じよっていうのが書いてくれてありますので、ぜひですね、買った時はここ読むとですね、釣れる気が上がってきますんでね。で、まあ外見的には本当こんな感じで、ここのね、リブのところをちぎれるごとに、まあちょっと避けたりするごとに間引いていくことで、小型のねシルエット、よりコンパクトシルエットな釣れるルアーに変わっていくっていうことで、ボトムアップのルアーってね、ほんと結構いろんな使い方が、1毛作、2毛作、3毛作ってね、できるようにスタンバイされてるなぁなんていうのが印象なんですけども、このハリーシュリンプの3インチも、まあここがちぎれたらこっちね、ここがちぎれたらこっちね、まあ最後はこう使ってくれよみたいなね、最後の最後の裏技みたいなのもありそうですからね。で、まあこの、まあどちらかっていうと強く水をかき回す、押すっていうよりは、シュッとしてもバスが自発的に気づいたらそれを食わせるって言ったらいいのかな、なんていうんですかね、バスがもう見つけたらこっちのもんね、まあこっちから強く仕掛けていくではなくて、ここにバスがいるであろうっていうところに決め打ちで打ち込んでいくと、あーやっぱりいたって食わせやすい、そんなね感じのシルエットなんじゃないかななんていう風に感じます。あの名作のね、例えばドライブクローとかは、あの手がねブリンブリン押すことによってルアーの方から波動を出して、こうバスに気づかして食わせるっていうようなイメージのデザインでしたけども、それと真逆っていうんですかね、こうなんんえなんなんか感じたなって、バスがなんか感じたな、どこだ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 、あーいたいた、リアルだバクっていうね、そういう感じの違いを、なんか見ていて感じます。というわけで、まあね、あの実際にはね実調していてですね、これから先の時期ね、まあリザーバーですとか行けたらね、ですね、霞ヶ浦水系とかね、いろいろ関東の、まあ、スレッカラシのところでぜひ使ってみたいななんていうサイズ感なので、実調動画の方もねぜひ、釣れたら上げていきますのでよろしくお願いいたします。というわけでですね、本日の釣り講 TV は川村幸太郎さんのボトムアップから出たニュールアーですね、ハリーシュリンプの31、これを、いろんなパーツ見てきてみたよっていうね、こういった、動画でした。はい、釣り講 TV でした。